辺にはあのマット・ファルコンというからオレンジ・プレスのファルコンと非常に珍しいハイブサがあります。どのハイブサもオレンジ色が入っているところが特徴ですね。南米のハイブサです。アブノーマル・ファルコン、マット・ファルコンからDifferent than any other falconer that is here. And that is something that he has learned being a successful falconer. そうですね、こちらのハヤブサは、今までのハヤブサとちょっと違うハヤブサですね。これから、リリースします。よくご覧ください。はい、海老原さんの鳥、ジアーレッドネイプシャヒーンですね。白ハヤブサと、まあ、ペルグリの亜種、ジアーレッドネイプシャヒーンのハイブリッド。この鳥も非常に優秀な鳥です。はい、次行きましょう。無風状態になってますので少し乗ってます。